結果ふざした、男性結果ふざは、仏教と、洋画にある瞑想する際の座法。結果ふざと書く場合もある。死とは、足の甲のこと。ケツと足を交差させ、かとは反対の足の太ももの上に乗せること。従って、死を結果死して座ることを言う。結果ふざは足を結んだ形をしているのが特徴である。片足を乗せる上下で、吉祥座、甲魔座と呼び、その意味も異なる。 なお、足を結んだ形ではなく、両足を重ねる座り方を、半角座という。仏教における最も尊い座り方であり、両足を組み合わせ、両腿の上に乗せるものである。如来座像では、必ずこの座り方が用いられている。本来、座禅寺の座り方として行われたものである。座禅の座法としては、まず座カバノの上に浅く腰掛けるような具合にして、 普通のあぐらを描いた上で、右足を、右の股の上に、かかとが下腹につくくらいに乗せる。次に左足をその上から、右の股の付け根に持ってくる。主事の座法のうち、吉祥座は最も理想的とされ、悪魔も退散させる働きがあると考えられている。パドマーサナという名である。片足を、他の片足の上に乗せ座ることを半カフ座という、菩薩座と同義語。 右足を左足の上に乗せ、右手を方につけて指揮する姿の仏像を繁華指示像という、魅力菩薩に見られる姿として日本では広く知られる。座禅においては、体の座りの良い標準型の座法は結果不座であるが、両足の組めない体質の人や、組めてもすぐ痛くなって耐えられない人は繁華不座で良い。専門な騒動での接心の時などのように、長時間を 安定した形で座るには、半華不断が楽であるとされる。ありがとうございます。